はい、本日は R1 決勝進出者は誰だったのかのコーナーということで、なんかすごい説明帳のタイトルですね。はい、特別企画なんですけれども、はい、今週の日曜日にね、はい、このアキラ 100% に来ていただきまして、そうですね、素朴な疑問としてね、2月10日の日曜日に、はい、来ていただきまして、はい、R1 決勝者、じゃあ決勝戦に進む、そう、SMA から出るのかと、っていう疑問を持ってきてくれまして、はいはい、それで先生の占いでね、ちょっとこの人が通過するんじゃないか、1名いますって先生おっしゃってたんですよ。そう、はい、でまあ、その時はまだ準決勝が行われてないので、まあ、名前を言うのはちょっと良くないんじゃないかと、はい、でご配慮いただいたところ、はい、では本日ちょうど昨日がね、2月15日の金曜日が NGK でね、はい、その準決勝が行われて、はい、まあ、多分その日の夜なりに多分発表されてると思うんですよ。で今日がね、収録日が2月の7日なんですよね。そう、これリアルに今7日なんです、まだ7日なんですよ。今日7日なんですよ。何も、はい、結果が出ていない状態であると、はいはいはい、で皆さんが見てる時はもう多分皆さんは結果分かっているで、結果分かってると思います。 あなたは今日この日でしょ、16でしょ。あなたはこれ見てるあなたは、あなたはっていうことですか。ただ本当ここはまだ2月の7日なんですよね。未来の人ですよね、だからその見てる人間は。はい、過去からのメッセージはそうです、送っております。ややこしくなりますけど、はい、まあ、だから、そう、結果出てから言ってるんだよじゃなくって、はい、まだ結果出ない今の時点で、答え合わせの今こうね、針の後ろに座らされているわけですよ。確かにそうですよね、先生は ね、確かに。で、10日の時点で、はい、10日オンエアの時点で発表したものはですね、はい、SMA から3組、まあ、はい、候補があるんだと。そうで、3組のうちその決勝に進めるやつはいるのかと、はい、で1組いるよというふうに私は言います、うん、そうなんです。でその3人がね、松本クラブさん、キャプテン渡辺さん、で松本凛さんの3人ですね。すごいですね、松本はダブルは、かなはダブルはすごい話になってますけどもね。そうですね。はい、で、でもう今日はだからもう結果出てるから、はい、私が何言っても影響しないから、はい、もう言っちゃって大丈夫なわけですよね。はい、はい、はい、で、私が占ってですね、いけると踏んだのは、はい、実はキャプテンでございます。おー、そう、あのね、なんとなく下馬評で聞いてたのは一番確率低いって言われてたんですよ。でそれは私もうすうす知ってたんだけど、ね、でも出たものがですね、松本クラブさんは、はみ出すっていう毛です。はみ出す、枠の中に収まりきれないという毛の外へはみ出しちゃうという毛だったんですよ、うん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 、で、リンスさんは引っかかるんです。途中で何か絶対ミスやるだろうなって思ってます。でキャプテンの毛だけがですね、はい、みんながあっと驚くドッカンみたいなすごい受け方っていう感じだったんですよ。驚きっていう毛だったんです。なるほど。だから、でしかもその前後に雷2発っていう毛だったので、はい、まあ、前後に一発一発ドッカンドッカンみたいなのがあるかしらみたいな感じの毛だったんですね。確かに。どうなんですか。いや私はそのネタ見てないから知らないんだけど。どうよこれ聞いて。やっぱキャプテンさんの凄さって、うん、純潔に残ってる回数半端ないんですよ。ああ、今までの過去。そうですそうです。過去純潔に残ってる回数で言ったら多分、ソニーで一番多いんじゃないかっていうぐらい純潔には残ってて、はい、でやっぱり一番初めね、そのパチンコのキャラクターだったんで、はいはいはい、すごい受けたけどやっぱりちょっとこう決勝には行くの難しくて、でもそれでも、その後決勝にやっぱ行ってますから。2回過去に行ってんすよ。そうなんですよ。あ、そうか、だからやっぱ実力的にはこの3人の中だって誰が行ってもおかしくないんですけど、確かにその R1 のそのキャプテンさんのその漫談のスタイル、はい、で今漫談スタイルでやってる芸人ってあんまりいないんですよ。はい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 、そうなんですね。昔はオーソドックスだったかもしれないですけど、今はもう結構その裏のをつくようなネタばっかりになってきてるんで、こういうドストレートのネタをされる方が少なくなってきてるんで、もしかしたら確かにある可能性は大だと思います。そうですね、まあ、こう今ここですごい盛り上がってますが、すでに結果は皆さん出てるはずなので、ね、そうです、本当だね。どういう顔して見てるかがすごい心配になってるんだ。そうか、アキラがすげえ熱く語ってるけど、ね、そう、もしこれで、ね、本当に行ったみたいな話、今そう、いや本当に皆さんのリアクションがすごい怖いんですが、今ね、はい、でもね、一応出たものにはこういう形でございましたので、ただでも本当に誰が行ってもおかしくないんですよ、うん、なるほどなるほど、はい、まあ占い的には私はキャプテンだと、一人というのはキャプテンのことでございましたというふうになっております。
さ皆さんの、はい熱いコメントをお待ちしてまあねどういうね本当楽しみですけどね、はい、はい、どうでしょう、これで疑問は解消しましたでしょうか。バッチリ解消いたしましたありがとうございます。先生もね本当にこう自らの血をかけて、はい、ね、身を削ってね、多分明日からここに熊のぬいぐるみが座ってると思います可能性もありますね、はい、でもねちょっとまたなんかさ、素朴な疑問あったら来てよ。ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ、第2期メンバーですので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。